ランドサット衛星から見たマキン。左下には、ブタリタリの一部が見える NASA の宇宙飛行士が撮影した、マキンマキンの地図マキンは、キリバスのギルバート諸島に属する太平洋上の島で、ある。マキンは、ブタリタリの北端から北東に6トルの位置に、あり、ブタリタリのナモカ島からは6 9トルの距離がある。マキンは、直線的な形が特徴であり、 北から南に1 2 3トルの間に5つの小島を持ち、そのうちの2つの大きな島に大多数の住民が住んでいる。3番目に大きな島は一番南にあるンネ島であり、ここにも住民が住んでいる。これら小島の連なりはギルバート諸島の中で最も北側に位置し、またキリバスの中では3番目に北側である。マキンは完全な干渉ではないが、 最も北側に位置する最も大きなマキン島は、ほぼ陸地に囲まれた0.3平方キロメートルのラグーンを持ち、外目とは東側にある15メートル幅の水路によってのみつながっている。これは退化した干渉とも考えられる。警部は2番目に大きな島で、より小さく完全に陸に囲まれたラグーンを島の東側に持っており、この直径はおよそ80メートルであり、そして、 海からは60メートルの距離がある。かつてアメリカ軍は付近に位置する干渉であるブタリタリをマキン干渉と呼んでいた。その当時はブタリタリに比して小さなマキン島は区別のためにマキンマングあるいはリトルマキンと呼ばれていた。現在ではブタリタリが干渉の方の故障として定着したため単にマキン島と呼ぶことが多い。ギルバート諸島はしばしば マーシャル諸島の南側の一部だと思われているが、最も近いノックス干渉ですらマキンから北北西に 290km 離れている。マキン空港は中心街のすぐ北東にあり、ラグーンと海の間に位置していて、国際民間航空機関の空港コードは NGMN 国際航空運送協会での空港コードは MTK である。 マキンの陸地面積は6.7平方キロメートルで、総人口は2005年の統計で2385人であり、2つの村から構成されている。気候は近くにある、ブタリタリ干渉とよく似ており、熱帯雨林で大量の降雨がある。平均的な年間の降水量はおよそ4000ミリにもなり、タラワ干渉のおよそ2000ミリ。 そして南に遠く離れたキリバスの1000ミリと比べても非常に多い。マキンの降雨はエルニーニョ現象が発生している時にはさらに多くなる。アメリカ合衆国はグアノシマ法マキンとブタリタリに適用することを宣言した。なお、第二次世界大戦中にマキンの戦いの舞台となったのはマキン干渉と呼ばれていたブタリタリであり、マキン島ではない。ありがとうございます。